標高2400メートルの尾根に作られた、15世紀から16世紀に繁栄した南米最大の大帝国インカの空中都市マチュピチュ。正確に切り出された石を積んで建造されたこの都市は、山や渓谷とジャングルに囲まれた雄大な景色の中に広がっており、多くの石をどうやってこの山麓まで運び込んだのか、なぜこのような山深くに都市を作る必要があったのかなど、この遺跡にまつわる数々の謎がより一層訪れる人の興味を誘います。そこで今回はペルーのマチュピチュについてご紹介いたします。マチュピチュはペルーのアンデス山脈に位置する古代インカ帝国の神秘的な遺跡です。この空中都市は山の斜面に隠れており、長い間失われた都市として知られていました。遺跡は神殿と居住区、そして美しい段々畑で構成されています。石積みの技術は非常に高く、今でもその精密さに驚かされます。マチュピチュがなぜ建設されたのかは謎に包まれています。スペインの侵略からの隠れ家、あるいは最後の砦としての役割があったとも言われていますが、真実は不明です。インカの人々はここで約80年間生活した後、未知の理由で移住しました。その後数百年の間、世界の目から隠れていたこの場所は1911年にハイラム・ビンガムによって再発見され、世界遺産や新世界七不思議の一つとして多くの人々の心を捉えています。マチュピチュはペルーのアンデス山脈に位置し、平均気温は年間を通して20度前後あります。日中は T シャツで過ごせる暖かさですが、夜は10度以下に冷え込むため上着が必要です。気候は雨季と乾季に分かれ、観光には乾季の5月から9月が最適です。この期間は天気が安定し、遺跡巡りも快適に楽しめます。雨季の1月から3月は雨が多く、霧に包まれることも。雨季の風景も美しいですが、安全に観光するためには乾季を選ぶのがおすすめです。マチュピチュへのアクセスは、まずペルーの首都リマからクスコへの飛行機移動が基本となります。クスコ到着後、アグアスカリエンテスというマチュピチュの玄関口となる町まで鉄道での移動が一般的です。この鉄道の旅は美しいアンデスの景色を楽しみながらの移動となり、多くの観光客にとってのハイライトの一つとも言えます。アグアスカリエンテスに到着したら、バスで約30分の山道を登り、マチュピチュ遺跡へと到着します。もちろんアグアスカリエンテスから遺跡までのトレッキングも選択肢としてあり、自然を満喫しながら数時間のハイキングを楽しむこともできます。最後にマチュピチュがあるペルーでおすすめの観光スポットをご紹介いたします。ペルーの南東部、アンデス山脈の標高3399メートルに位置するクスコ。クスコはペルーのことで、インカ帝国のかつての首都でもありました。石畳の通りや古代の建物が風情を残す美しい都市で、サクサイワマンやコロカンチャの遺跡など、ユネスコの世界遺産にも登録された歴史的なスポットが多数存在しています。クスコはまたマチュピチュへの玄関口としても有名で、多くの観光客が訪れます。市内には伝統的な市場やレストランもあり、ペルーの文化や料理を堪能できる場所となっています。南米アンデス山中のペルー南部とボリビア西部にまたがる澄んだ静かな淡水湖、チチカカ湖。汽船が運航できる湖のうち、
世界で最も高い場所にある湖で、どの角度から見ても美しく、トトラー市を主とした豊かな植生に囲まれています。インカ帝国の初代皇帝が現れた場所として、神秘の湖、聖なる湖と呼ばれ、人々に今でも崇められています。湖畔では神秘的な雰囲気を味わうことができます。ペルーの中南部に広がる乾燥した平原地帯の大地に描かれたナスカの地上絵。ナスカの地上絵には700以上の幾何学模様とハチドリやコンドルなど約70の動植物の絵が描かれています。地上絵の多くは紀元前2世紀から紀元後7世紀にナスカ文化の人々が描いたと考えられていますが、この巨大で精巧な図を描くためには高度な測量技術と数学的な知識が必要とされ、その制作方法や目的は現在も謎となっています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。